でっけえ荷物が届いたわこれ。うわ、しかも超重い。見てください、カカロット、カカロットって書いてあります。でスーパーサイヤン3。はい、いやこれめちゃくちゃでかいよ。この手のひらはこれですから、はい、手のひらはこうですからね。でっか、めちゃくちゃ重いし、どうやって出そうこれ。まだ段ボールの中なんだよね。いやこれマジやばいぐらい重い。はい、いや箱の外観がねすっごい結構丁寧に作られてるんですよ。こういう角にねプラスチックのガードっていうんですかね、これがついている。でここに取って、でこの端っこにねこの二次元コードがついてるんですよ。これが多分メーカー正規品っていう証かもしれないね、うん、はい、いやでっか。でこれねどうやって箱開けんのかなって分かんなかったんだよね。全然なんかこういう引っ張れるところがなくて、でよーくね下を見るとね、ここ分割されてんだよね。っていうことは普通にこの取っ手を持って上に上げるっていう感じだよね多分ね。はい、なのでちょっと開けてみましょう。サイヤ人3で通常顔、でスーパーサイヤ人1、
天使の輪っか。シリアルメダル、こういう感じかな。はい、サイゲダンですね。サイゲダンはこんな感じ。うん、でけえな。はい、いやー全てを出しましたね。はい、いやーこれは重いし、やっぱでかいね。うん、ボリュームが違うわ。で、まあまず顔を見ていこうかね。はい、こちら通常顔の孫悟空。はい、これは何とも言えないですね。いや、まあ似てないんですけどね、正直言えば。こう横から見たらもう誰って、ブルース・リーみたいな感じだよね。ほんま似てないんだよ、似てないね。角度かな、こういう角度はいいけどね。うん、他の角度がダメだ。でスーパーサイヤ人、はい、いやこれはこれでかっこいいっちゃかっこいいんですけど、似てるかって言ったらなんか違うよね。うん、いやこれもこういう角度だな。公民とかかっこいいけどね。ただこう全体を見るとやっぱなんか違うな。なんだろうな。なんか惜しいんだよな。でスーパーサイヤ人3、これが重いんだ、めっちゃ重い。はい、これに至ってはね、これ最初ね画像で見た時はかっこいいなと思ったんですけど、実物見ると似てないですね。正面から見るからかな。これも角度ありきなのかな。惜しいな。なんか思ってたんと違うな。なんだろうな、向こうの人の見方と日本人の人の見え方が違うのかな。なんか微妙になんか違うんだよな。まあ角度ありきかな。はい、で本体はでけえし重い、めっちゃ重い。これだけで5キロぐらいあるんじゃないかな。持ってんのがつらい。血管がすげえなこれ、めっちゃ血管すげえ。
色はね丁寧に塗られてますね。うん、シャドウとかもすごいよく吹かれてるし、うん、はい、で台座ね、これは煙のエフェクト台座で、ドラゴンボールセットで、ここにイーシンチューが入ってますね。で、これはね発光させることができるんですね。はい、ここに、発光させる穴がそれぞれあります。穴つか LED ね。はい、でこれを光らせるにはね、最初アダプターかと思ったんですけど、内蔵電池みたいですね。ここがスイッチで、こうひっくり返すと、はい、これはなんだろう、カカロット、でこれね、これシリアルナンバーかと思ったんですよね最初。でもね、このメダルの方を見るとね、ちょっと違うっぽいんだよな。これスーパーサイヤ人3の悟空のメダルで、裏を見るとね、こうやってシリアルナンバーが入ってます。はい、300分の4、はい、4番目、300体限定ですね。そのうちの4番目の個体。はい、あとはエフェクトですね。うん、はい、このエフェクトもでかいですよ。私の手のひら以上ですね。はい、いやー、じゃあ実際ね、組み立てちゃいたいと思います。ついに完成しました。はい、こちら。いや、後ろの龍剣と相まってなかなかいい絵面になってるんですけれどね。いや、でけえな。かな。悪くはないんだけどね。
点灯させてみましょうか。後ろにボタンが、よいしょ、はい、はい、発光台座、まあ上には変化ないんですけどね。はい、ちょっと電気消してみましょうか。おお、発光はいいね。はい、ではね、頭部2つあるんでね、付け替えてみましょう。はい、ノーマルの頭部なんですけれども、まあ、角度によってはめっちゃかっこいいけどね。で、ちょっと離れ目で見るみたいな。まあでもこの状態でこのね、エフェクトは、不要かなと思うんですけどね。このバチバチ。ではね、もう一つのスーパーサイヤ人頭部に変えましょう。はい、スーパーサイヤ人頭部に変えました。いや、これはこれでやっぱかっこいいな。まあちょっとこのエフェクトがついてるとね、スーパーサイヤ人2にならないとこれつかないんでね。でも頭部的にこれは2じゃないもんな。2はね、前髪が1本になりますからね。むしろスーパーサイヤ人が一番いい気がする。スーパーサイヤ人3じゃなくて。いいね、この絵面。ということでね、今回は久しぶりにガレージキット紹介しましたね。いやー、やっぱ迫力は半端じゃないね。でかいとかそういうのもあるけど、やっぱね、エフェクトとかなんかそういう細かい作りとかがやっぱすごい。これはね、日本のおもちゃ業界も見習ってほしい部分ではありますね。日本の業界がね、このぐらい作れるはずなんですけどね。もっとね、寄せてね。それをなんでやらないのかが不思議。まあプライムワンがありますけどね。まあでもあれもね、発売して手に取った方じゃないとわからないでしょうね。ちなみに私はね、高くて買えませんでした。なのでレビューはできないですけどね。はい、でちなみにこれはね、実は購入する気はなかったんですね、私は。はい、じゃあなんで買ったんだっていう話ですけど、まあ、一応ね、よくしてくれてる、仲介業者さんがね、多分注文キャンセルが出たんだと思うんですよ。はい、でなんかやっぱ倉庫に置いておくとかなりかさばるらしいんですね、箱とかが大きいから。なので、まあ、在庫処分じゃないけど、そういう形でね、私の方に連絡が来ましてね。まあ多分定価の半額ぐらいだと思いますね。そんぐらいで譲ってくれましたね。
まあ、なのでね、うん、まあ、今後もね、まあ、まだね注文してるのがあるんですよね、ガレージキットも、まあ、まだ発売は先なんですが、もうすでに予約はしてるんですね。予約はしてるんでね、うん、まあ、随時ねこういうガレージキットもねじゃんじゃんご紹介していきたいと思っておりますのでね、ぜひこの機会チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。ということで今日は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。